どうも金目鯛です。お願いします。ありがとうございます。温かい拍手をお聞きでございます。いやですね、さすがですね。あ、何がですか。あ、ごめん、適当に喋った。あ、適当に喋んな。あ、そうそう、大前提やから。ごめんごめん、びっくりした、ね。ちょっと趣味やってさ、趣味USJ に行くのが好きやね。あのユニバーサルスタジオジャパンね。そうそう、あれは楽しいですね。あ、俺も最近やった、好きすぎて一、人でも行ったりする。ジャンキー。おい、患者やん。そうやで。いやでもあれちゃう、何あんなアトラクションの待ち時間長いイメージやけど、一、人で待ってたら暇やったりするんじゃない。あ、まあそういう時は、あの同じ列の人に声かけて仲良くなったりする、わあ、それは大した社交性ですね。長いな。長いっすね。長いっすね。おばあさんは今日お兄さんです。お兄さんですね。どう見えてます、年齢と性別2つ間違えてますよ。お兄さんは今日一人で来たんですか。あ、一応僕今日一人で来ました。僕も一人で来たんですよ。あ、そうなんですか。ちなみにおいくつですか。僕今年で25歳になりますね。僕も27なんです。僕もじゃないですね。ニコちゃうんで、すごないですよ。奇跡や。日常です。あ、人はこれを日々と呼びます。すみません、お兄さん、よかったら写真撮ってもらっていいですか。写真、はい、あのここ来た記念でなんか適当に3枚ぐらい。ああ、じゃあ適当に、はい、お願いします。はい、チーズ。カシャカシャカシャ。以前刑務所に所属されてました。ありがとうございます。囚人のショットでしたけど。あ、お兄さん、よかったら、はい、あの飴いります。飴、はい、なんかさっき入り口でもらったんですよ。ああ、じゃあいただきます。お礼に。お兄さん、それ10円ですよ。え、何してるんですか。飴これなんで同時に差し出すんですか、小銭と。ほんで僕も間違えますか。最悪や、あんなバイキンの塊やのに。いや、ちょっと待って、なんで笑ってはるんですか。だってお兄さん今、わしゃ貯金箱か。僕は言うてない。誰ですか、ヤジ飛ばした。こっち大変なんですけど。お兄さん、兄さん、ちょっと次僕の番ですわ。人間ならまず謝罪です。僕の番、次謝罪もろていいですか。すいません。何こいつ。ポップコーン一つ。あ、売店の列やったんや。もうええわ。どうもありがとうございました。